どうですかお二人は、お正月年末年始どう過ごされましたか。いや酔っ払ってました。酔っ払って酔いどれ酔っ払って、はい、もうあと歯食いしばって寝てました。なんか悔しいことしたな。何があったの、はい、そうですよ、まあまあお酒がね、まあ、いや美味しかったそうですね、年末年始はりそうですけど、はい、どうですか内田さんは。いや僕もねすごい休ませていただいたんですけど、はい、いやすごいいい出会いありましたよ。いい出会い、バナナとの出会いが。バナナって知ってます。カメラさん寄ってバナナっていうのちょっとね何だろうってなりますよ。バナナかよみたいな。どういうことですか。バナナです。あのバナナですよね。あのバナナですよ皆さん知ってます、はい、バナナって美味しいんですよ。いやいや、うん、そうですね、多分1億1000万人ぐらい知ってると思いますが、はい、もう僕糖質制限をずっとしてたので、はい、なんかそうなんですよ、年末年始ぐらいはやっぱちょっと羽目を外したいじゃないですか、うん、解放しようと思って、はい、たまたま見つけたこう、うん、ジュース屋さんで、うん、バナナシェイク飲んでみたんですよ、はいはい、めちゃめちゃ美味しくて、はい、今年はバナナシェイクの1年だなって思いながら今年を明けてます。なんかの再放送だと思われそうです。今更バナナみたいな、はい、70年代の話題が今バナナがブームとか。もう内田の中ではめちゃめちゃホットなブームで、でもそんななんかこう新しいちょっとこう扉を開いた2020年だったな、なんて今、はい、だったなっていうとあれですけど今そんなスタートを切っております。まあまあ、まあ、スタート始まったばっかり、はい、まあ、内田さん的にはこれちょっと気になる。ちょっといやもう本当に、あでも、うん、いや気になるのちょっと いくつかあるんですけど、はいはい、でもリチャードの謎っていうのもちょっと、ね、謎バナナじゃなくていいですか。いやバナナないです。バナナないバナナいいですか。バナナいや ないじゃないですか。ないじゃないですか。何を11個目って言うな言うな先生に書いてくれるかもしれない。バナナないですね。リチャードの謎、リチャード謎です、はい、さあ他気になるで言うとプリン。いややっぱプリンですよ、ね、そうですよね。そうそう、はい、これは、まあなんかね、かわいこの中並びだとちょっと可愛い感じしますけど、そうですね、はい、あのリチャードが、はい、あの甘味大王、そうなんですよ、甘いもの大好きで、普段クールで、うん、そのなんか顧客様か、なんてか、はい、カスタマーファーストみたいなところがあるような彼が、はい、不意にその甘いものに対しては柔らかい、もう何だったらちょっと可愛いなって思えるような仕草表情を行動を見せたりするので、うん、そのこのプリンというキーワードも結構大事ですよ。大事ですね。そうですよね、うん、その辺のギャップもまたもしかしたら楽しい部分になるのかな。そうなんです、ね、内田君におけるバナナに匹敵する。いやだからちょっとバナナが間違いないですね。トータルずっとバナナですよ。もう一回ぐらいならいいかなと思って。いやいやバナナは本当今年のシーンですからね。いやいやなんか違うんですよ、本当プリンの話したかった。いやまあそう、内田さんのバナナ、リチャードのプリンでございますので、ね、はい、これねやっぱりもうちょっとハッシュタグもざわついてます。ざわついてますか。やっぱ綺麗綺麗って、もう声合ってる声合ってる、でグッフォーユーグッフォーユー、はい、ギャグみたいにしないでください。いやギャグじゃないです、それ分かってます、はい、ギャグのターンはもうバナナバナナって来てます。そうですね、バナナ。いやでもやっぱりこれも何回も見たっていう方もおられましたし、いや嬉しい、これはもうずっとね、すごい、そうですよ、グフォーユーですよ、バナナフォーユー、バナナフォーユー、バナナフォーユーはただバナナ送ってるだけだ。リチャード、リチャードはどんな人かを一言で言うと、これはですね、これは当てましょう、これは、ね、よし、そうですよ、いや、そうですね、一言で言うと、それではお考えください、シンキングタイムスタート。すごい、なんかこういうことでしょう。確かにね、今ね、ハッシュタグでこれはね一緒の答えじゃないか、はい、残念とかね、やっぱ来られてますけど、やっぱドンピシャでドン、こちらを聞きたいです。よし、さあということで、来ました。さあ惜しい、ラグさんも惜しいと思ってます。時間余らせてやりました、確かにさっきはねギリギリまで余裕ですと、はい、一言これ合うんじゃないんでしょうか、はいはい、さあそれでは参りましょうね、僕が、せーのドンで、はい、言うんで、じゃあ二人とも口に出しながら言っていただきましょう、はいはい、いきますよ、せーのドン。すごい、そんなバナナ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう来ないと思ったでしょバナナって、うん、もう言わないと思ったでしょ、言わないと思った、言わないと思った、バナナ、だからもう驚愕、はい、違うどういうことですか、2人合わせて、違う2人合わせて、すごいそんなバナナって聞いたことない、何うまいこと繋がったのかないじゃん、ないじゃん、いや違う、どんな人かを一言で言うんですよ、まあ内田さんのすごいはまだわかりますよ、ちょっと桜井さんのそんなバナナ、まあ言うなればすごいです。いや、違う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 
そうですよ、はい、これつまりカッコですもんね。だってカッコすごいと思ったから。いやそんなバナナ、いや違う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 、それならまずそんなバカなって書いてます。そんなバナナが出ちゃったんで、そうバナナちょっとおじさんしつこかったね、ごめんね。いや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 、いいんですよ、いいんですよ。バナナはやっぱりバナナみたいな人ですよ、リチャードさん。いやもう下手下手じゃん。内田さんもなんか結びつけるの下手だよ。ダメ、これも不正解です。おかしいな。そうか、桜井さんが12ポイント、内田さん1ポイントです。ありがとうございます。ぶっちぎりです。ぶっちぎりで桜井さんの勝利です。おめでとうございます。おめでとう。さあということで、加藤桜井さんにはご褒美、こちら資生堂パーラーさんのスペシャルチーズケーキが贈呈されます。ありがとうございます。いやいやいや、チーズチーズチーズ、これ、ね、あれあれあれすごいですよ。え、チーズ感すごくないですか。こちらね、スペシャルチーズケーキ価格3456円、税込み、はい、こちら銀座本店ショップ限定商品でございまして、資生堂パーラー銀座本店リニューアルに伴い2019年11月よりパッケージを一新しておりますが、中身は変更ありません。さあそして商品特徴、良質なクリームチーズとサワークリームを贅沢に使い、手作りで一本一本丁寧に焼き上げた商品となりますと。もういやちょっと聞いてるだけで美味しいみたいな顔になっちゃって、足してました、すいません、ね、美味しい、これは美味しいですよ、ね、さあじゃあちょっと桜井さん、うんうん、ね、すいません、ね、いいですか、ちょっとね、はい、ぜひちょっと味の感想とかもね、はい、もうこの断面がまず、うん、見てください、これすごいですよね。もうもはやチーズです。チーズ、チーズ、もうスペシャルチーズケーキはもはやチーズだ。チーズでございます。チーズケーキの部分がないぐらいの、いや、いやもういいですか、いっちゃってください。はい、ちょっとね、百聞は一見にしかずということで、うん、うもう大胆に真ん中、大胆大胆真っ二つでございます。確かに大胆、はあ、うん、あ、もうフォークがちょっとこう重く刺さる、はい、あ、なるほど、重厚濃厚、沈んでいく、濃いんだ。もうここで美味しいと言ってもいい。早い早い、絶対早い。美味しいがスタート。絶対早い。食べてから食べてから。美味しいが始まる。美味しいが始まる。美味しいが始まるってないです。で、一度内田君を経由してからの桜井で。悔しがる内田さん。さあどうでしょう。なんだこれは。どうなってるんだこれは。どういうことですか。どういう感じなんだろう。これぞチーズケーキの宝石箱や。うまい、うまい、はい、でもなんでその彦原さんみたいな感じで。その、うん、あのね、うん、重いというか、はい、結構ヘビーなその重厚さはあるんだけど、うんうん、スッと溶けて、うん、あっという間になくなってしまいます。うわ、そうなんですか。まだこっちすごい残ってますけど。いやいやいや、まあそういうこともあるでしょうけど。いや、すごい、これはずっと食べていたい。いや、すごい、めちゃくちゃ美味しい。コメントでももう来てます。チーズケーキ食べたい、美味しそう、飯テロの時間始まってしまった。あれ、あれ、内田さんも食べたかった。いいですかこれ。はい、いいですか、いや、もう任せますよ桜井さん。早く俺を人思いに。入っちゃった。どうですか。何ですか。CM かなんか行った方がいいですか。いやそんな、まあ感想待ちませんから。美味しいでしょ。はい、うん、ちょっとバナナより美味しいかもしれない。そうで出ましたね、今内田さんの最大の褒め言葉。そうですね、美味しい。さあ、いや、すごい、いや、コメントでも美味しい、そう、美味しそう、食べたい食べたいと来ております。いや、美味しい、素晴らしい、美味しい、本当にこのチーズがたまらんすよ。もう食べ応えあるけど軽いでしょ、うん、軽い、なんかでもスッと食べちゃいますよ。さあということで、なんかこれすごい、いや、もうあの内田さん完全に締めようとしてるんですよ。感想がこぼれちゃいそう。そうですね、いや、それぐらい美味しかったということですから、はい、惑えば戸惑うほど深くなるわ。